でございました。はい、どうも、色が変わっただけなんですね。何が変わったかございます。どこが変わったかっていうね、こうクイズにしてもいいかなってね。大して変わってないんですよ。ちょっとネクタイ僕変わりましたよね。あ、私はネクタイ変わりましたね、はいはいはい、上着が変わりましたけど、ね、三つ揃いですけど、申し訳ございません、本当に。よろしくお願いします、ね。さあ、はい、2部の方ではですね、はいはい、私たち の, あの、うん、議会での取り組みを、うん、ご報告をさせていただこうという、ね、コーナーでございます。もう、時間も迫っておりますので、はいはい、トン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 と、はい、報告をしたいと思います。はい、じゃあこれですね。はい、じゃあこれは何でしょうか、お母さん。じゃあ僕こちらに行きますね。はい、読んでみてください。はい、お、さいたま市内1万6000方1万6000体ちゃう1万6000体あ1万6000体、ですね、この数はですね、はい、私が皆さん方にいただいたご意見をもとに取り組んでおりますお墓の整備についてでありまして、さいたま市がこれから20年後に不足をするお墓の推計値であります。なるほど。これから20年間どれくらいのお墓が必要なのか、うん、そして民間のお墓の整備でどれくらい確保できるのか、うん、その差がなんと20年後にはやっぱ1万6000体が不足をするという現状にあります、うん、なるほど。これだけ私たちが日々の暮らしの中でお墓のことで悩んだり苦しんだりしているお声をこんなにお聞きすることは本当に私たちの普段の生活はなかったと思うんですが、本当にお墓のことで悩んだり心配をされる、長年にわたって私たち子供を育ててもらって、そしてね、お仕事をされて、これからやっとゆっくりと余生を安心して暮らしたいというふうに私たち思うけれども、実は悩んでる中の一つの大きな課題がお墓不足のことで、自分のことのお墓のことで悩んでいるという方々が多くいらっしゃるはずなんです。やっぱりこれだけ1万6000体不足するという結果が出ましたけれども、実はさいたま市におきましてはもう平成24年度において民間のお墓に全部お任せをしましょう。さいたま市の公営のお墓は今5つの霊園がありますが、2万4000区画で打ち止めです。これ以上も新たな整備をすることはありません。年間わずかこの契約が解除されて分からなくなったりする、本当にわずかだけの募集にとどめます。新規の募集はいたしませんという決定をしたのが平成24年度であります、つまり皆さん方がいくら応募しても募集がわずかな募集にもう殺到が殺到しますから、なるほど、ほとんど宝くじに当たるような確率だというふうに多くの方々が言われ、そしてもう応募そのものもやめたという方々が多くいらっしゃいます。そのはずです、これだけの数が不足しております。そして民間の整備だけでは追いつかないということも分かりました、さらに調査をいたしますと、皆さん方のご不安の3つ、1つは、やっぱり子どもさんがいないとか、子どもさんが遠くに離れていてもこの埼玉に帰ってこないとか、そうしたらお墓の見守りをする人がいない、その心配、そしてやはり民間のお墓は高いので、費用の問題で、高いお墓を買えないとなればどうしても遠くに行かざるを得ないという、その距離の感、3つの心配がありまして、これを解決するためにはやっぱり埼玉市内、今、思い出の里という美濃幕に大きな霊園がありますが、今あの霊園の中の3分の1だけはお墓の空間になっておりますけども、3分の2はですね、まだ大きな緑地帯が残っているんです、なぜここに整備をしないのかと言いますと、埼玉市が固くなり昭和30年代の国の通達、都市公園の中においてお墓の墓所はその公園の3分の1以内に留めなければいけないという昭和30年代の通知、規制をそのまま守ってきた初めて埼玉市でありまして、なので、整備をしませんということでありますけれども、改めて調査をすればこれだけの数が不足するということでですね、埼玉市が、皆さん方のご希望を聞いてくださいということで、私たちはこの2人で、小平霊園に行きましたけど、樹林型墓地を提案してきました、埼玉の埼玉市議会の中で。これその時の、えらい若いのこれ、ね、えらい若いのこれ、何の気もんやこれえらい、でも顔は怖いな、いや6年間でこの辺やっぱり変わる前やね、これ、ほんまに、で、いや、だん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 握手やだんだん握手ということで、これ6年前に、はい、6年前がこういう、取り組みでありますけれども、はいはい、いよいよこれがもう大詰め、もう1年に1回ご報告させていただきます、はいはい、いよいよ、実施計画まで参りまして、そうですね、来年度設計、そして平成31年度に、供用開始ということが決まりまして、お墓で悩んでいらっしゃる高齢の方、
行きまして、これね、行きまして、他のことで悩んでるというご高齢の方々には、本当にこれはね、ぜひ安心していただきたいと思っております。で、先ほどの話ありませんけど、私の、長男も4月亡くなりましたけれども、ちょっと第一号でここに入れてもらおうと思いましたね。そうだね。これですよ、これ。小川日差しが地域界に取り込んでいる、さいたま市市営樹林家の実現やと。まあ、入れもない将来の話ですけど、ここで現地集合しようか思って、あなたも一緒に行きます。私も入れてもらおうかな。ね、でもね、お墓がないと墓ないから。そうやね。もうね、もうあのえらい時間かかってすいませんねって、ご高齢の方々にはね、謝ったらね、もうお墓だけでぼちぼちでええよってね。ゆうちいただきましてね。そんな急がんでもいいね。ここは拍手が通常来るところですけど。これは引き続きですね、はい、ぜひですね、さいたま市の市営のお墓の整備というテーマでありますけれども、生まれてくる赤ちゃんの子育て支援から、人生の最後の最後のお墓の整備までが、さいたま市の必要な行政サービスです。そうです。そのサービスをしっかりと行えるように、議会の中から一緒に頑張っていきたいと思います。そうですね。どうぞまたご支援よろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。そして、次ですね。これはこれもあれですね、小川さんですね。はい、まあ、引き継ぎですけど166ねということでありまして、はい、これは今日はあの明日の埼玉を作る会という勉強会があります、うん、今出席いただいておりますけれども、はい、ありがとうございます。こちらで2年前勉強会のテーマになったテーマでございます、はいはい、これ166件というのは平成27年中に埼玉市内で発生しました凶悪事件です、うん、このうち殺人事件も7件ございます。埼玉市内ね、しないですよ。ということは埼玉市内で何件か必ず毎年殺人事件が残念ながら発生している、うん、あるいは強盗とかそういう事件がこれだけの数1年間に発生しておりまして、うんうん、しかしこれは私たちの生活の中でいつ何時その被害に遭うかわからない、分からない、犯罪し被害者の支援を何とか行っていく必要があるんじゃないかというのが、うんうん、その勉強会の会のテーマでありました。今全国的な各地を見渡しますと、うん、こういった支援策に取り組む自治体、多くの自治体がございました、うん、九州の福岡、北九州、ね、それからですね、こっち側に来まして堺市、うん、神戸市、うん、それから一番今進んでるのがですね、京都も進んでおりまして、うん、全国私あの回ってまいりました、うん、中で残念ながらあの埼玉市はですね、この取り組みほとんど行われておりません、うん、ですよね。こうしたやっぱり、うん、市民が170万人、128万人、9万人の市民がいつ何時そういった被害に遭うかわからない、そうです、ね、これは本当にも家族いつどこで会うかわからない、うん、その時にやっぱりですね、今回私子供の件でも思いましたけれども、うん、もうそのすぐに市役所の手続きが始まるんです、うん、で、いろいろなその保険会社さんとの対応だとか、うん、家の後片付けだとか、うん、これは普通の市別によっても突然訪れるんだけども待ってくれないんです、ね、犯罪被害に遭った時に、うん、例えば子供さんが突然そういった事件に巻き込まれる、うんうん、その時にお母さんお父さんは、うん、それでも市役所に行かないといけない、な、ね、手続きしないといけない、なるほど、ね、で強盗の場合だと家に住めないことが結構あるんです、うん、そうした場合には、うん、やっぱり市が市営の住宅を確保しておく必要があるし、そうですよね、やっぱり自治体によってはですね、うん、大体その加害者の方はお金を支払う能力というのはほとんどありませんから、うん、300万を上限に市が建て替え、うん、でその加害者の方に市が取りに行くと、うん、で加害者からお金を取れなくても、うん、その被害者の人には請求しないという、うん、そうした自治体もあるんです、そうですよね、ここを埼玉市としてなんとか埼玉市が独自にそういう事業に取り組み必要があるんだという、うん、その勉強の成果、そして私が全国歩いて回った成果の中で今この2年間取り組んでおりまして、うん、ようやく今年1年かけましてですね、あの市の行政側と取り組みをやってまいりまして、うん、今年は要綱の段階、例えばこういう事件が発生をしました、うん、その時埼玉市はどういう対応するのか、うん、住宅の確保、うん、公営住宅の確保、うん、それから、うん、手続きの段取り、うん、犯罪被害者の相談の窓口、はいはいはい、こういった整備一つ一つを、要綱というのにまとめて、うん、この1年間来年度からしっかりと埼玉市としても独自に取り組んでいこうという動きになってまいりましたので、これは皆さん方と勉強させていただきました成果でございました。引き続きこの問題にも取り組んでいただきたいと思いたいという思いで、この166件とさせていただきました、はい、ありがとうございます。ありがとうございます。はい、はい、それではですね、私なんですけども、
このね、東京23区の3分の1って書いてありますけど、これ何の数字だと皆さん思いますかっていうのは、はい、もう時間がないので答え言っちゃいますけどね、公園の面積なんです。で実はね、皆さんね、すごい東京23区ってすごい密集してて公園がないっていうふうに思ってらっしゃるかと思うんですけど、意外とね、緑があるんですよ。それに比べて埼玉市はですね、まあ、区によってこう差はあるんですけどもね、桜区とか西区とか公園多いんですけど、はい、特に南区、私が住んでる南区だとか北区、大宮区とかこの、ね、都市部は本当に3分の1ぐらいしかないんです。それ でなぜかって調べたら、例えば市営大宮球場だとか市営の沼影市民プールだとか競馬場の一部とか、そういうところも全部ね、公園にカウントされてたんですね、はいはい、それはおかしいっていうことで、はい、公園の基準をね、はい、変えていただいたんです。そういうのは全部外してもらった。なるほど。そうしたところを市内にたくさん公園が整備できるようになりまして、おかげさまで、まあ、南区にも、はい、まあ、北区にも大宮区にも、はい、ちょっとね、公園をね、基準を緩和して公園が作れるようになりましたよっていうことの、アナウンスでございました。ありがとうございます。はい、それからね、もう一つ、はい、もうね、時間もしてますけどね、今日はね、先ほど私言いました、兄がちょっと精神障害なんだと、まあ、これね、ちょっと言うのもね、あの結構勇気が実はいることなんです。で今日はね、今会長さん、沼田会長、今日ね、どうもありがとうございます。ということで、埼玉市、ね、精神障害者のね、家族会の会長を、あの勉強会等々で情報交換させていただきました。はい、あの本当にあのお父さんのお立場からね、家族の立場から、はい、この埼玉市内、あるいはもう県内、はい、皆さんを支えていらっしゃるということ で、やっぱり自分も同じ経験をした立場から、そうですね、今も子どもさんが苦しんでいらっしゃる、そうですね、立場から、そうですね、皆さん方を支えられている、はい、そうなんです、本当にありがとうございます。あの人口128万人のね、うん、はい、埼玉市の中で、実は1万人近くも精神を病んでいる方、メンタルが病んでいる方がいらっしゃるんです。まあね、本当にね、小学校に換算するとね、各クラスに1人から2人、心が病んでる子がいるっていうぐらいのイメージの人数が精神的に病んでるんです。なんで本当にあの普通の方でも急にあのこうなる可能性もある病気ですので、これを本当に取り組めないとダメっていうことで、今身体障害、知的障害、それも遅れてるんですけども、さらに精神障害ももっと遅れてるような状況でして、その状況でなんとか前に進めたいと思って、今の家族会の皆さんと共にあの活動を続けています。でやっぱり埼玉市が変わっていけば、埼玉市はもう政令指定都市ですから、川口市も戸田市も蕨市も所沢市も変わっていくというふうに思うんですね。必ずその埼玉市がまず一歩を踏み出すことが大事だと思ってますので、私もお母さんもね、一緒にあの取り組んでいきたいと思いますので、一旦のご紹介でした。よろしくお願いします。ありがとうございます。ぜひですね、まあ、そうしたお声をですね、私たちはこういった万代水保護を通じて、これだけ台風が来る直前にもかかわらず多くの皆様方にお越しをいただきましたけども、これをきっかけにですね、まあ、こういう問題がある、こういう課題があるということをぜひとも私たち2人に、投げかけていただきたい、ぶつけていただきたいなというのが今日の趣旨でございます。はい、で今日はですね、同じ議会で頑張っていらっしゃいま す、 そうです、ね、先輩方もいらっしゃいますので、はい、ちょっとご紹介させていただきたいと思います。それとももうそこであれですか、はい、あの来ていただいてちょっとだけ ご紹介をさせていただきたい。いや、あと今日はですね、あのオレンジ色 あの美人さんがいらっしゃいます。どうぞちょっと前に、はい、あの隣に熊谷市、はい、熊谷市議会議員も小倉さん、どうぞ前に、はい、足立区議会議員の小倉さんも、はい、ちょっと来て、はい、ちょっと他に、議員さんは来てませんですか。来てません。あ、真ん中の方にいてはる、ああ、ジンさんみたいな顔してた、ちゃおう。ああ、ゴルフの上手いですよ。はい、今日はあのとても楽しく市政報告を聞かせていただきました。ありがとうございました。北区で県議会議員させていただいております、高木真理と申します。とてもいい取り組みをしていただいているので、県と連携できるところを頑張ってやっていきたいと思います。おめでとうございます。こんにちは、足立区で区議会議員しております小倉修平と申します。小川さんとひょんなご縁で出会いまして、飲み友達というか飲み先輩でございます。あのなかなかやっぱ僕も政治の世界だと思うんですけど、やっぱ難しいというか、なんか自分たちと遠い世界だと思いますね、政治って。で小川さん、
まあ、もちろん本職というのもありますけれども、本当にこう分かりやすく漫才で一斉報告会されるということで、先月一緒に飲んでた時でこんなんやるねっていうのが、あ、行く行く、もう絶対行きますということで、今日はですねちょっと地元の行事抜け出して参加させていただきました。ありがとうございます。すいません、隣の大宮区で、同じ市議会議員やってます熊谷と申します。本当にこの2人の取り組みって政治を皆さんの身近にできる試みだと思って、一期先輩なんですけれど、温かく見守って頑張ってもらいたいなといつも思っております。大宮区でもね、やってもらいたいなと思ってますので、一緒に、今度コンビじゃなくてトリオでやらせてもらいたいなと思ってますので、どうぞよろしくお願いします。これからも頑張ってください。ありがとうございます。ありがとうございました。皆さん大きな拍手でありがとうございました。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 それでは青井さん、本当に台風がもう迫ってまいりましたので、はい、本当にもう、はい、雨の降らない間にと思いましたが、今外、大雨でございまして、嘘ですよ。嘘ですよ。ございまして、本当に長い時間お付き合いいただきましたけども、はい、また、はい、ぜひこの会場が取れるかどうかわからないんで、いつ、ね、とは言えませんが、半年後とか7ヶ月かかるとは分かりませんが、はい、ぜひまた次回お越しいただけるでしょうか。もう来ないよというか。もうね、助かるくらいですから、ということでございまして、はい、本当に今日はありがとうございました。どうもありがとうございました。次回は私が続いておりますので、最後までしっかり頑張っております。多くの皆様からの意見ご意見をお待ちしております。ありがとうございます。ありがとうございました。今まで2月お会いしましょう。ありがとうございました。ありがとうございました。ぜひ来てお願いします。ありがとうございました。